が多いので、聞いたらこのティンロンパイフォーというお店で皆さん買ってるらしいんですよ、台湾に住んでる日本人の方は。なので私は初めてなんです。チャイナシューズ持ってません。可愛いので私も買いに行きたいなと思います。ではでは行きます。これかわいくないですか。黒地でちょっとカラフルな感じで、こういう白もある。白もいいね、夏っぽくて爽やかな感じ。これ底もすごいしっかりしてるよね。しっかりした底で、あ、中もあるよ中。あ、これかわいい、丸い感じもかわいらしいね。素敵。ちょっと悩みますね。どうしよう、何買おうかな。この刺繍も可愛いですね。安くないですか？350元だよ。それは値段です。これ値段です。はい、そうです。安い、かわいい。これしかもここにさベルトがついてて取れにくくもなるし、こっちは、これ赤ちゃん用。いいのかわいい。全部かわいいじゃんこれ。しかも見て80元だよこれ。2つで150元、1つ80元。これまた形違くないですかね。なんか形違う、宮廷な感じですね。宮廷な感じ。意外とチャイナシューズといっても形が結構微妙に違うんですね。すごい深いな、優雅な感じになるんですね。これ見てるとすごい綺麗。ちょっとこれヒール付きですよ。これウェッジソールっていうんですかね、こう厚底な感じになって、私これのがいいな。ちょっとね、開け底したいんじゃん。なんか足長く見せたい派なので、こういうのいい。ちょっとこれ ここだけかな、厚底は。あ、そっちにもある。これ全部ヒール付きだ、かわいい。残念、ちょっと娘に買おうと思って、サイズがないんだって。これが一番小さいサイズで、娘が 22.5 なんですよ。足大きいね、背が大きいので、これ21.5 でないんだって。残念、めっちゃ可愛いのに。はあ、すごい、めっちゃ、なにこれ、靴だらけ。ぴったりです。はい。少し緩く感じるんですね。はい。じゃあ長敷きを入れたら、薄い長敷き。はい。もう一度お願いします。入れてくれます。はい、しかも可愛いこの長敷き。畳みたい。あ、ちょうどいいかも。これで。どうぞ。あ、オッケーオッケー。最高。いい。すごい、かわいい。ワンピース着たときに白とかいいかもしれない。もうなんか前がこの丸いのがかわいいなと思って。あ、背が伸びた感じ。でもなんかどうですか？なんか普通に自然な感じ。かわいい。いいかも。これはこれで。あ、後ろこんな高いんです。可愛いな。なんかシック。シックですね。うんうん。可愛い。可愛い。この紐がついてるやつ。
可愛い。まあでもこれ多分私似合わないよね。可愛すぎる。確かに。なんか子供みたいな。どうしよう。これは決まり。はい。うん、可愛い。これお家のスリッパにいいかもね。こんな感じで大人っぽい感じのワインレッドの色と、あとスリッパですね。これもお家で履こうかなと思います。めっちゃ安いんですよ。スリッパ200元でこちら350元です。めっちゃ安い。まあ、そんな感じで今日はこちらをゲットしました。今日もご視聴ありがとうございました。よろしくね。グッドボタン押してください。